楽しみにしてるぜ。全国の任天堂ファンの諸君、元気しとるかの。わしの名前は大木戸じゃ。今回はマリオカート8デラックスをやっていこうと思うんじゃが、なんかレートやばいやついるんだよな、この部屋に。初心者狩りがいたみたいなので、そいつと戦っていきたいと思うぞ。うわぁ、このなんたら X3 みたいな 74,123。お前ドイツ人が初心者狩りしてんじゃねえよ、お前。ドイツ人の誇りないのか ?3、2、1、チュー。まあ、ちょっと臆せずね、戦っていきたい。ちょっとわしもマリオカートそれなりに上達してるみたいじゃから、ここはね、初心者狩りごときに臆することなくしっかりとね、戦っていきたいところじゃの。つか、あいつ早えな、マジで。まあでも冷凍7万だと本当に総力に差が出るからな。だからごっつんこしてくな、お前。もうちょっとで落ちるとこじゃったぞ、わしな。さあ、ここもインドリして、おい、もうそれ意味ないから。ほんと赤コーラわしかな、わしじゃなかったな。うん、アイテム1個で妥協してジャンピングアクションしていく。やっとアイテム取れたからな。ここはもう強気にインドリじゃろ。で、アイテム取れないでゆく。あかーん。いや、まだいける。おい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 、キラーでそんなつまんないことしてんじゃねえよ、お前。なあ。あ、ここはもうジャンピングアクションして、青コーラ、行った？青コーラ行ってないな。キラーだな。ここで使うのはちょっと早い気がする。あ、ごっつんこして、なんかテルサっていうのは前のやつが持ってるアイテムをパクる仕様らしいので、ここじゃな、ここで使ってパクっていくんじゃの。うわ、よりによってコインとかしょうもないアイテム拾ってくな、お前テルサな。こんなアイテムじゃねえ、逆転できないじゃろ。どんどん抜かれていくぞ。コインも足りないからの。はい、スターでなんとか前を追いついていきたいところじゃな。おい、コインコインコイン、コインがないと生きていけないわし、よし、コインが溜まってきたから、これで馬力で操作。アイテム取れないのはちょっとまずいな。背中の風借りたぞ。ここごっつんこしそう。ジャンピングアクションで、ここもアイテム取ってジャンピングアクションして、もう一回ジャンプアクションして、スターをバチコリ使って、もうここ使っちゃおう、アイテムな。チュ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 、ダメじゃったな。6番じゃった。ちょっと7万早すぎないか。あいつどこ走ってんだよってぐらい走っとるぞ。なんと、ザコ狩り潰すっていうやつが参加してきたぞ。みんな協力的で本当に素晴らしいの。ザコ狩りをバチコリしばき倒していけ。3、2、1、チュー。よし、まあまあのスタート切っていく。背中の風貸して、背中の風。貸してもらえないでいく。赤コーラ投げちゃおう。じゃあな、ザコ狩り。自分が落ちたら意味ねえだろ、お前。赤コーラ投げることに集中して、自分のプレイがおろそかになっていく。あ、やばい、まっ、ちょっと、下手すぎない、いくらなんでも。止まれなくなっちゃった。お前、もっと押してくんな、お前。危ねえな、あのデブ。モートンとかいう重量級のデブキャラに押されたら、わしまた3回目の奈落の底が見えてるところじゃったな。まあいいや、ここはもうあいつ何、アイテム1個でいいんか。マジか、なんだったらダブルアイテム取ればよかったな。待って、これはやばいかもしれん。よし、軌道に乗ったので、でアイテム取れないでいく。なんかモートンとのなんか奪い合いになってるな。危ねえな、キラー。さあ、とりあえずバイクは曲がりやすいというか曲がっちゃうので、しょうがないな、今のはな。ここはもうご利用していこう。しっかりとご利用していく。よし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 、ごぼう抜きじゃな、これ完全に。ごぼう抜きして、ただ前のやつは抜けなそうじゃな。
ザクガリツブスさんどうなったんじゃ。うおー、ザクガリツブスさんがザクガリをしっかりと潰していく。もういいぞいいぞ、ザクガリツブスさんにしっかりとついていって、わしもこのザクガリをバチコリ潰していこうと思うぞ。ほら、なんかこいつザクガリなんかすげえしょぼくれた顔してんもん。ザクガリに潰されてビッグブルーでラストレース頑張っていこうと思うぞ。ザクガリ潰すにしっかりと協力していけ。3、2、1、シューよーし、まずまずなスタートじゃな。僕アイテム取ってそっからインコースに入って、まあコイン回収じゃな。やっぱコインが大事だからな、このゲームな。うん、でここも加速してダブルアイテム取っていく。いいぞ2222。あーごめん、ザコガリつぶすに投げちゃった。わし今先般トロールしたな。今これ後ろ守って後ろに投げよう。うん、ザコガリつぶすをサポートしていけ。で後ろ守りつつ、とりあえずザコガリをザクガリを倒せれば今回のレースは。え、逆反はすんなよお前。だから次回もお前頑張りすぎなんだよ、戻すポジションが。あっち行ったりこっち行ったり、ハチポチステーションすな。コイン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 集めろ。うん、スピードアップアイテム、まあまだ3位だからな。うん、やっぱりザクガリ潰すな。あっ、でもまあザクガリは今いないんじゃないか。多分後ろの方で没落しとるから、うわ、しっかりとなあ、スターを使ってスピードアッピングをしていく。どけよし、1になってしまったぞ。わしで後ろ守ってワンチャンあるな。あと青コーラ来なかったら、赤コーラとかその妨害系アイテムが来なければこのままわし勝てるんじゃないか。ワンチャン赤コーラは一発守って使って、頼む守りのアイテムくれ、守りのアイテム、守りのアイテムくれよ。誰でも赤コーラわしじゃない。1位取れる、よーし、1位を取っていく。ザコガリをバチコリとしばいていくんじゃの。気持ちいい、ザコガリ息しとるか。うわ、マイナス34だって、ざまあみろザコ。お前はこうやってな、弱いレートでな、シコシコやってレート上げてるだけなんで、所詮ザコなんで。うわ、あいつ抜けてるよザコガリ、ダッサ。そのままマリオカート引退しろな。